始まりました、はい、街角ナウ MC のセバスチャンです。お願いします。こちらの番組は杉並区のさまざまな場所から、はい、杉並区の今を伝える5分間の番組でございます、うん、本日はですねこちらイグサ地域区民センターに来ております。来ておりますね。今日はここでですね、はい、おもちゃの病院をレポートしていきたいと思うんですけども。おもちゃの病院、おもちゃの病院なんですよ。でもいいじゃないですか、はいはい、もう原田さんもなんかねもう体の作りおもちゃのようなもんなんでね。誰がおもちゃなの。もう簡単なんで見てもらいましょう一緒に。ブリキのおもちゃみたいだけど確かに見てもらいましょうよ。そうだからそういうのおもちゃを直してくれると、ねはい、珍しいらしいんでね、はい、ちょっとね僕らも見ていって、うん、早速レポートしていきたいと思います。いいじゃないですか。街角ナウ行ってみましょう。さあというわけで会場に来たんですけども、はいうん、見てくださいよ、はい、もう皆さんちゃんとこうねおもちゃの今病院の手術中ですよ。言ってしまったら、ね、そうですそうです。あじゃあもう名医がいっぱいいらっしゃるいっぱいいらっしゃいますよ。名医だらけですよ。早速ねお話聞いていきたいと思います、はい、来院されたお客さんにちょっとお話聞いてみたいと思うんですけども、今日はどんなおもちゃを持ってこられたんですか、はい、子供が使ってたですねあの野球盤って言いますかね、はい、野球のゲームなんですけど、はい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 こうボールをね流してパーンと打つような、ええ、あの野球場を直してきたということなんですけども、はいま、今もう直してる最中なんですか。そうですね今直していただいてます。どうもこんにちは。こんにちは。こんにちは。すごい、うん、マイクに全くね物おじしない子供珍しいですけど ね、 いい、はい、現代人ね普通緊張するんですけど ね素晴らしいですけども、うん、今日はどんなおもちゃ持ってきたんですか。ボールとか、うん、自動トランナーも持ってきました。あトーマスのゴードンっていう電車とか通訳さんがいらっしゃる。通訳さんがあとあの、リゾートライナーっていうのはあの電車のディズニーランドとかの走ってるあの、うんうん、リゾートライナーっていうのはちょっと壊れちゃったんで、はい、それのプラレールをーあの修理してもらいに来ました。こうおもちゃの病院って初めていらっしゃいました。私は初めてで杉並区に住んでるんですけど、はい、あの妻がちょっと見つけてきたの で、 あ そ、 で、ねそれで、はい、あの今日ちょっとあの他の場所に行く前にちょっと、来たというか、はい、あの寄らせていただきました。なるほど。さあというわけでですね、はい、この病院のドクターの秋元さんにお話をお伺いしたいと思います。秋元さんどうもこんにちは。お願いします。早速なんですけどもこのドクターにこうなられたきっかけっていうのはどういうものなんですか。きっかけはね女房が、はい、あの家でゴロゴロしてるよりも世の中の人のためになれっていうことで見つけてきた。あれあ そ、 うなんです、ね、そういうことがあって、はい、で奥さんに言われて、はい、やってみたらまあでもそれでもやってみたら楽しいってことですよね。もともとこういう日曜大工とかね、はい、そういうものは好きなんで、まあ、嫌いなことじゃないんですけどね。またこのドクターとしてのやりがいみたいなのってあります、はい、ありますね、うん、どんなところですかね。これもオルゴールなんですけどね、はいはい、これはまあ治るかどうかまだ分かりませんけど、自分の思い出のものとかね、うんうん、大事なものを持ってこられる方もいるわけです、はい、そういう人が、今まで動かなかったものが動いたりするとねやっぱり喜ばれるんですよね。それでは杉並区からのお知らせです。2月28日日曜日大宮一丁目の区立郷土博物館でひな祭りにちなんだ琴の演奏会が行われます。時間は午後1時からと午後3時からの2回でそれぞれ30分ほどの演奏です。また古民家では先着70人に温かい甘酒も振る舞われます。申し込みは不要です。当日直接会場へお越しください。なお郷土博物館では3月16日水曜日まで区民の方から寄贈された3組のひな人形の展示も行っています。こちらも合わせてお楽しみください。現在天沼3丁目の区立郷土博物館分館で企画展ひな語りひな人形を語るが開催されています。期間は3月27日日曜日まで。会場には江戸時代から現代に至るまでのたくさんのひな人形が並びます。色鮮やかなひな人形を見て一足早く春の雰囲気を楽しんでみてはいかがでしょうか。というわけでエンディングです、はいうん、さあ今日はおもちゃの病院に来ましたけどもいかがでしたか、はい、いや素晴らしかったですね。いやよかったですよね。よかったですよ。原田さんもね、オイル一差しで治ったんで。でもおもちゃじゃないんだよ俺。本当ですか。ブリキのおもちゃじゃないんで昔の。わあすごいちゃんと動くようになって。もともと動いてるもん。よかったですね。まあ、でもああいうおもちゃの、ねはい、病院があるとね、うん、すぐ直せて、はい、皆さんも喜んでたんでとってもいいと思う、うん、ぜひとも皆さん行ってみてください、はい、というわけで、はい、この後は杉並ニュースもございますのでそちらもご覧ください、はい、それではまたまた